先日、あの「オールナイトニッポン」が生放送されていたと思うんですけれども皆さんのキャストさんたちと、えっと、久しぶりにまあ同窓会のような集結をしたと思うんですけど、その,時のえっの、と、感想をちょっと改めて教えていただきますと。そうですねあのめぐみささんんと林原めぐみさんは あの年齢も同じということであの、まあ、同級生同学年というんでしょうかということもありまして26年前にお会いした時「えっ、ーまあ、同じえとね」なんて言ってたんですが、えー、まさかこの26年後にこういった形で集まれるなんてっていう気持ちとあとまあその今言われたように同窓会ということもそうですし、えー、あとそこにいた全員がですね まあ、戦友という名前であの自分たちは笑顔で戦友だよねというような感じでの会話もございましたあのなのでやはりあのこういう日をこういう形で「オールナイト日本というところで迎えられるということは多分誰も想像していなかったことでなのであの本当になんかこういろいろ落ち着いたら打ち上げしようねっていう言葉で最後みな皆さんとお別れしたんですけれども。 なんか本当にあの親友と久々に会った懐かしいたっといとても心が温まる時間で楽しかったです。その打ち上げの時は脱歳を飲んで打ち上げを。間違いなくそうなると思います。はい。ありがとうございました。ぜひぜひあの教えていただければお酒をちゃんと準備して。はい。<laughs> わあもうそれはもうありがたい限りで。<laughs> そこに会長も来たりは。はい、<laughs> それもうねそういう機会があればもう、はい、もちろん。 はい、お声がかかれば。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。